こんにちは、魔女のまじみちゃんだよ。世界中の多くの企業のハイテク技術が至るところに使われている F1 マシンは、まさに夢のような車と言えるでしょう。速さはもちろんのこと、間違いなく安全性も世界最高峰ではないでしょうか。今でこそ市販車へのフィードバックが頭打ちとなっていますが、それでも各メーカーは自社の技術、そして知名度を上げようと F1 に多額な投資をしています。しかし2022年の F1 では、あるメーカーの製品が全く映し出されることがなくなってしまうのです。今回は賛否両論、多くの意見のあるホイールカバーについてのお話です。2022年の F1 は大幅なレギュレーション変更により、2009年のブラウングランプリのダブルタイトル獲得のような波乱が起きる可能性を秘めています。しかしどこかのチームが画期的なアイディアで他チームを引き離しても、シーズンが進むにつれそれを真似たトップチームが追いついてくると思います。そのため中団、下位チームにとっては特にシーズン序盤が重要と言えるかもしれません。その大幅なレギュレーション変更の一つに、18インチのタイヤに変わるというのがあります。そしてその18インチのホイールにカバーが取り付けられるのです。ホイールカバーはタイヤやホイールから発生する乱気流を抑える目的があり、今回導入された理由はオーバーテイクを増やす目的だと言われています。このホイールカバーは古くは1990年にフェラーリ伝説のマシン641スラッシュ2に導入しているので、新しい画期的なデバイスというわけではありません。2006年にフェラーリが再び導入し始め、その後各チームがそれに追随し、2009年まで開発合戦が繰り広げられた重要なデバイスだったのです。それほど各チームはタイヤやホイールから発生する乱気流を嫌っており、それをうまく管理することが結果的に速いマシンになっていたといえます。2010年にはコスト削減の一環などからホイールカバーは禁止され、その後12年間にも及びその姿を見ることはありませんでした。2022年からはホイールカバー同様に、かつて一世風靡したグランドエフェクトも復活することになっており、運営側は可能な限りオーバーテイクを増やそうと取り組んでいます。予算の面を考えると、昨年から予算制限が導入されていますが、それとは逆にお金をかけて開発する箇所を大幅に増やしたと言えるでしょう。予算制限の効果は当初から数年後に見えてくると言われていたので、今年もしくは来年あたりから効果が見えてくるかもしれませんね。これまでホイールカバーは単なる蓋ではなく、効果的に空気を取り入れそれを管理する重要なデバイスにまで発展していました。特に18インチに変わる今年からは、その重要性はこれまでの13インチの比ではないと思われます。特にフロントタイヤの乱気流をうまく抑えたチームが他チームに差をつけるかもしれませんね。しかしホイールカバーが導入されることで面白くないメーカーがいます。それは自社の製品を完全に隠されてしまうホイールメーカーです。現在の F1 のホイールメーカーは BBS の独占供給になっているため、BBS を履くマシンは全てのレースで勝ち、コンストラクターズとドライバーズタイトルも獲得します。しかしカバーで隠されてしまっては、自慢のホイールデザイン、ホイールについているロゴが見えなくなってしまうのです。フェラーリはかつてこのホイールカバーに BBS のホイールのデザインを書き込み、うまく隠すことをカバーしてきました。このようなデザインになれば BBS のデメリットも最小限になると思いますが、当時よりも技術が発達している現在ではそういうわけにはいかないかもしれません。先日行われたアブダビでのテストでは、 LED ライトを搭載したホイールカバーがテストされています。つまりホイールカバーに LED で様々な情報を映し出そうとテストしているのです。2022年のホイールカバーはタイヤと同時に回転するものではなく、完全に静止した状態のものだと言われています。そこに様々な情報や広告が映し出されるとどうなるのでしょうか。ピレリのマリオ・イゾラ氏はこう語っています。ホイールカバーに LED を搭載すれば、
マーケティングにも活用でき、あらゆるメッセージを表示することができる。しかし、ホイールカバーはタイヤのバランスを崩し、振動を発生させる可能性があるんだ。LED を搭載すれば、現在のポジションや各メーカーロゴ、ラップタイムを表示したりと多くの可能性がある。技術はあるから、プログラムするのは簡単なんだ。昨年はエンターテインメントを重視するためにチーム側と運営側の無線を公開しました。私たちファンは大いに盛り上がったと思いますが、結果的にそれが多くの議論を巻き起こし、一部のファンやスポンサーを不快にした可能性があります。そのため2022年からはその無線の公開を禁止することになりました。つまりわずか1年でこの試みは失敗したといえます。この無線の公開については今まで知ることのなかった運営側への圧力が明るみになったので、結果的に良かったと言えるかもしれません。ではこのホイールカバーの導入は成功するのでしょうか。メリットとしては、導入理由の通りのオーバーテイクの増加、エンターテイメント性の飛躍的な向上、新たなスポンサーの獲得と言えますが、デメリットとしてはBBS のホイールが隠されてしまうこと、接触時の破損、それによる後続のマシンへの危険度の増加が挙げられます。 LED で様々な情報を表示するということは、特にナイトレースでは見た目でも綺麗になると思いますが、果たしてそれが F1 に求められるものなのでしょうか。 F1 は当然ながら技術の進化とともにハイテク化されていくのは分かりますが、やりすぎもどうかと思ってしまいます。もちろん実際に導入されてみなければその判断はできませんが、個人的にはどうしても独占供給の BBS 側の目線で考えてしまうのです。なんだかこの最新版のホイールカバーの導入にはサイバーフォーミュラという言葉を思い浮かべてしまいます。 F1 は年々早くなっていましたが、2022年は1周につき2位から4秒近く遅くなると言われています。しかしシーズンが進むにつれ、もしかしたら昨年と同等の速さを取り戻す可能性もゼロとは言えないかもしれません。それほど各チーム、メーカーの開発能力は凄まじいものがあります。そのような開発競争は私たちファンを盛り上げてくれますよね。しかし時代の流れに逆行するかもしれませんが、ハイテク化、そしてエンタメ化は一線を越える必要はないと思ってしまいます。皆さんはこの LED ライト搭載のハイテクホイールカバーの導入をどう思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。